あ、そっか。スライドはなくて雑なメモになってしまってますが、話します。まあ、なんちゃってな行動を生成するツールを紹介しようと思います。まあ、めちゃくちゃプロトタイプなんですけど。まあ、どういうものかというと、入力したいデータと出力したいデータを入力すると、まあ、したとして、で、その変換コードを、まあ、生成したいと。で、まあ、よくある質問サイトとかでも、まあ、たまに見かけられるようなもので、こういうデータ変換はどうやればいいのみたいな感じで。まあ、これを、まあ、プログラムで解きたいって感じです。実装はまだだいぶインチキで、まあ、決め打ちみたいなコードが含まれてて、まあ、まあ、ちょっと考えればわかるけれど、まあ、こういうのをちゃんと実装するのは難しい。なんで、まあ、進捗じゃないですけど、まあ、現状のものを、まあ、軽く見せようと思います。そうか。ウィンドウを多分共有しちゃったから、そうか、めんどくさいな。まあ、デモ画面の説明をします。テキストボックスが2つあって、左が入力で右が出力。で、ジェネレートを押すと、真ん中の四角に、まあ、なんか描画されます。こっちをインプットだから、これを突っ込めば、こっちが出てくる感じです。まあ、決め打ちといっても、違う。まあ、多少の柔軟性はありまして、まあ、値を変えても、まあ、軽くは動きます。そうか。事前にこういうのは、なんか、入力パターンとか用意しておけばよかったんですけど。まあ、フィルターとか。まあ、決め打ちと、まあ、決め打ちみたいなもんなんですけど、まあ、こういうものですと。で、まあ、入力が非常に素朴なんですけど、まあ、なんだろう。ブルーサークルとか、レッドトリアアングルとか、まあ、ドラッグ&ドロップ的な感じでもうちょっとリッチな入力画面を作りたいなとも思ってます。で、で、内部の話をちょっとしていくんですけど、こういう入出力形式は、まあ、実際のソフトウェアで使いたいような、まあ、なんか、リアルな形式だとちょっと難しいので、形式をなんか定めました。抽象的すぎるとあれなんで、まあ、なんかイメージしやすそうなデータにしたつもりです。使っていい形式っていうのは、まあ、各種コレクションと、まあ、キーワードみたいなデータ。このキーワードのデータは、まあ、色と、まあ、形式を組み合わせたようなものと、あと、数値というか整数ですね。で、これらに対して、いくつか述語やら変換するような、まあ、この真ん中で登場するような、ものを定めました。述語は、まあ、コンテインブルーとかコンテインレッドとかがありまして、まあ、コンテインブルーの例だと、青や赤は、まあ、青だと当然 true である。で、赤は青含んでないので、フォールスで、パープルは、赤と青混ぜたら、紫なので、紫には青が含まれておるということで、これも true になるようになっています。で、あとは変換みたいな関数を一つ用意してまして、あ、二つか。アドブルーっていうものがあって、まあ、レッドサークルに、青を加えると、まあ、紫色のサークルになると。青いのに、青を足しても、あ、タイプをしてますけど、青い丸に青色を加えても青のままでやるみたいな、こういう感じになってて。あと、実際のコードだと、時々変換すると、ニルになるような、関数が含まれていると、ことがあるので、まあ、そういうのを再現するために、リムブブルーなる、関数なんかも、作りました。コピペしてるんで、ここは多分リムブルーにならないとダメなんですけど、
紫色の丸から、リムーブブルーすると、赤い丸になって、で、青い丸から青を取り除くと2色になるみたいな、こんな感じになってます。まあ、形みたいなやつをドラッグアンドドロップしてやるようなやつと、まあ、こういう分かりやすそうな、まあ、感覚的に分かりやすそうな、変換する関数を使って、まあ、こういう変換パターンみたいな、違う、変換するコードみたいなのを生成したいってわけです。で、現状の実装について話します。クロージャーとクロージャースクリプトで、実装されています。ここにある通りでして、まあ、普通にクロージャーのものが入ってまして、決め打ちみたいなのって、さっき話した、決め打ちみたいなもの、まあ、現状は決め打ちみたいな、感じで、この中身の変換コードを出してるんですけど、これはどうなの、どういうものかっていうと、これは実際のコードを見せた方がいいかもしれない。なんかいいのあるかな。まあ、例えば、この例にしよう。こういうのは、ちょっと見にくいか。これは、まあ、こんな風に、関数、関数パターンを自分で記述して、で、そういうものをたくさん集めて、まあ、データセットみたいな感じで作っておくと。で、このデータセットみたいなやつの中の、関数それぞれ全部を適用して、で、入力データを全部適用して、で、出力データと一致したものだけを、吐かせるみたいな。変換前を全部適用して、変換後と一致したものだけを返すようにする。で、まあ、それに何も引っかからなかったら、諦めコードを吐かせる。なんかいい例はないかな。はい。なんか、明らかに出力を、入力をかなぐり捨てて、出力だけを返すみたいな、諦めコードを返すようにしてます。で、デモにはない、このデモ画面にはないんですけど、この中、変換コードが、レジセックを返すかどうかの情報なんかも、返してくれるような実装になってます。で、今後はどのように実装していくかっていう話をします。まあ、頑張って、なんか、コードの変換パターンみたいなものを探索しようとすると、まあ、その空間無限にでかくなるので、まあ、大変です。で、入出力データの形から、まあ、ある程度、範囲は絞められると考えていて、まあ、そういうのをやって、ちょっと、もうちょっといろんなコードを吐けるようにしたいと思ってます。あと、なんか、最近プログラム言語、機械学習とかで吐かしたりしてるから、もしかしたらこういうのもやってみても面白いかなと思ってます。最後に、進捗なんかが出たら、アドベントカレンダーに書く予定です。なんか、早く喋りすぎてしまったんですけど、まあ、質問タイムにした方がいいかな。以上です。ありがとうございます。質問のある方いらっしゃいますか？あ、いいですか？はい。これは名前的に、考えると、目的としてはイディオムを教えるという感じなんですか？まあ、そう、最初はそうだったんだけれど、デモを見るとあんまりイディオム、そう、イディオムを教えるツールにしようと思っていまして、最終形態はそういう感じを目指してますね。確かに。なるほど。まあ今の段階としては、とりあえず、その要件を満たすようなコードを生成できればよいというぐらいに。ああ、はい。そうですね。できるだけ、
なんか冗長で汚いようなものじゃなくて、うまく、うん、綺麗なコードを、まあ、短い綺麗なコードを吐かせるようなことを、まあ、目標としてますね。なるほど。あとなんか、その、前に、ウィリアム・バードさんって、なんだっけ、ミニ関連とか、リーズ・ザ・スキーマーとかの、はいはい、はい。書いている方が、バーリマンって、ちょっとリンク貼りますけど、っていうのを作っていて、なんか結構似た雰囲気を感じたんですけど、これはなんか、テストコードというか、関数の呼び出しパターンと、それの結果を、何パターンか与えると、そのテストコードを満たすようなプログラムを作ってくれるみたいな。ああ、確かにそう、似てますね。で、関連系の人だから多分、ロジックプログラミング的なことで出してるのかな。そうだと、もうちょっと中身は全然知らないんですけど、はい、おそらくそんな感じの作りになっているんじゃないかと想像してますけど、なんかこういうののクロージャーバージョンができると面白いなと思ってます。ありがとうございます。そう、はい、そうですね。情報ありがとうございます。知らなかったやつでした。はい。じゃあ私、桜井で質問なんですけど、はいはい、この絵の中で入力は左と右にあるやつが入力で、出力が真ん中にあるやつ。はい、そうです、そうです。はい、わ、うん、かりにくいな。いやいや、いいわかる、はいはい。で、じゃあ、プログラムはこう真ん中を作ってくれるんですけども、真ん中を作る前に、左と右の入力のチェックとかはするんですかね、まあ、あまりにもひどいものだったら、ジェネレートに行かないっていうか。そのいや、そういうバリデートはしてなくて、うん、クロージャーのエデン形式なんですけど、これは。うん、確かにそれを満たせなかったら、怒られるが、そうでないものであったら、基本的に、ジェネレートは走ります。で、生成は、まあ、おそらくそういうのだと失敗するでしょうから、諦めコードが吐き出されると思います。ああ。じゃあ、真ん中にエラーメッセージが出るってことはないってこと？二類以外には出ない？ないです。なんですけど、まあ、実装をバグると、ここに何も表示されないみたいなことは、まあ、あると思います。ああ、ありがとうございます。諦めコードいいですね。あの呼び名が。まあ、適切な名前が多いかもなと。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。どうして諦めたのかっていう理由が出てくるといいかもしれないです。ああ、鋭い。この辺はそうですね。ただ、どうして諦めたのかの説明可能にするのはなかなか困難だなとは思うんですけど、確かに面白いネタだとは思います。うんうん、確かに。パターンにないからですとか、そうね。もはや関係がないからですとか、なんて言うんでしょう、うん、どう見ても入力と出力に少なくとも基地のパターンからは結局パターンがないからですね、なのか。はい、そう。ただ、今後は、探索をする予定なので。おぉ。はい。なんか、そういうこともやろうと思います。特にもう話すことはないかな。フロントは一応、軽くクロージャースクリプトが使われてます。まあ、合ってないような。いや、生のクロージャースクリプトです。なるほど。ほどめっちゃすごくな、ドムとかを入れ込むの。めっちゃな、生の。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、これで、質問がなければ、ここで終わりですかね。
そうですね。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あれ、ストップシェアできない。どういうことか。あれ。え？多分上の、上の。いや、押してるんだが。なんと。あ、できた。できた。ラグがあった的な感じなんですかね。難しい。いや、ボタンが多分反応しなかったと思います。すいません。カタカタ的な。はい。なるほど。次は、今井さんですかね。無音。無音だけど、画面は見えています。無音ですか？あ、マイクが入ってなかった。聞こえました、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ始めます。画面見えますかね？見えてます。じゃあ、まあ、最近の範囲について、令和最新版ということで発表させていただきます。素晴らしい。で、そもそも範囲ってなんだっていう人がいると思うんですけど、範囲っていうのは、クロージャー風の構文、シンタックスを持つリスプ方言です。で、Python 上で動くのが特徴です。で、まあ、リスプなので、マクロで拡張可能で、SC なので、リスパーにも優しい Python みたいな感じです。で、結局、SC から Python の抽象構文字に変換されて、Python インタープリタに渡されて評価される感じなので、まあ、Python の全部の機能が使えますと。ライブラリも全部使えますと。で、それから、Python の方からも、範囲のプログラムを使える。で、なんか、pip とかでインストールもできるという感じです。で、さらに、範囲のコードから Python コードを生成することもできると。変換することもできる。まあ、結局、この、一旦抽象構文字に、して、それをまた Python に戻すみたいなこともできるということですね。ということで、割とほとんど Python みたいな感じです。で、まあ、結構歴史あって、もう7年ぐらいやってると思うんですけど、そろそろまあ 1.0 に移行ということで、破壊的な変更が入りまくってます。ここ1年ぐらいは結構ドラスティックな変化があるみたいです。で、まあ、最近どういう変更があったかっていうと、破壊的変更がたくさん入りましたと。で、まず標準でレッドが入ってなかったんですけど、これが入るようになったと。で、あと、ラムダリストパラメーターって、コモンリスプとかだと、なんだろう、キーワード引数とか、可変長引数のアンドレストみたいな感じで書かれていたやつが、なんか Python 寄りの記法に変わりました。あとまあ、これも結構地味に大変だったんですが、コアの、範囲の、その Python に変換するというコアの部分以外は、外部のライブラリとして分離してしまって、でまあ、基本的なリスト操作とかも全部 Python のライブラリのツールズとかに移管されてしまった感じです。ので、コアはすごい小さくなっている感じです。で、まあ、あとは全体的に括弧を減らすような方向で修正が加わっていて、まあ、コンドとかインポートとか基本的なところで、今まで必要だった括弧がなくなってたりします。で、まあ、今度とかはクロージャーに近くなった感じですね。で、あと、if 式の else 部分が必須化するとか、まあ、ちょっとこれは、リスプ的には、すごい違和感がすごいんですが、if、真の場合、条件式の真の場合しか使わないような場合は、if じゃなくて pen を使えと、多分言うことだと思うんですが、はい。で、あとは、タップルとかのリテラルが変更になったりして、割とまあ、リテラルとかもガシガシ変わられているな、という感じです。あと、リーダーマクロの定義方法が変わったりとか、まあ、まだまだいろいろありますと。で、
まあ、ここから各論に入るんですが、まあ、標準でレッドが入ったというのが嬉しいところで、まあ、以前はレッドがなかったっていうのが、まあ、どういうことなんだって感じなんですが、まあ、コントライブみたいな、付随するライブラリがあって、そこからインポートすれば使えるよっていう感じだったんですが、最近は標準で入るようになっていると。で、まあ、どういう書き方をするかというと、まあ、クロージャーと一緒な感じで、まあ、括弧は一重で、キーバリューが、キーバリューじゃないか、変数と値がこう交互に並ぶみたいな感じです。で、これをまあ Python に変換すると、まあ、どういう感じになるかというと、なんと、レジカルスコープを作らないですね。で、なんか、ジェンシムみたいな感じで、そこでユニークな変数を作って、それになんか代入してるだけっていう。で、まあ、これ、名前直接指定すればアクセスできちゃうんで、まあ、本当の意味でのレッドではない。レジカルスコープを作るレッドではないっていうことですね。まあ、ただ、ハイの世界からは、このユニークなシンボルが見えないので、まあ、実質的にレッドだよねっていうことだと思うんですが、まあ、ちょっとなんか、気持ち悪さは残るけど、まあ、標準でレッドがついたのは嬉しいなという感じです。で、次はラムダリストパラメーターに大幅な変更があったっていうことで、例えば、可変長引数のところですが、まあ、レデュースとかも前は標準で入ってたんですが、ここら辺も分離されて、ファンクツールズみたいな Python の普通のタイムライブラリーからインポートしてこいよっていう感じになってます。で、まあ、今、2引数の足し算をする add っていう関数があったとすれば、まあ、それをレデュース、add、args とかすると、可変長引数にまあできるわけですけど、ここが前、プラスの引数のここの宣言のところが、前はコモリスプと一緒で、アンドレストだったんですね。アンドレストアーグスみたいな感じだったんですが、それが、シャープスターみたいな感じになってます。で、これはまあ、Python も似たようなことをして、リストを受け取って、それをなんかここに展開するみたいな、スプライシングと、まあ、展開するみたいな構文が Python にあるんですが、それを引っ張ってきた感じだと思います。で、まあ、こうすると、ここに、この、なんだろう、args というのはリストだったりするわけですが、それを展開するみたいな感じになってます。で、まあ、どういう使われ方をするかというと、まあ、このプラス自体は、可変長引数の関数で、まあ、こういう感じで、普通のプラス関数みたいな感じで呼べるんですけど、で使うときも、このシャープスターっていうので、リストの前につけると、このリストが展開されて、あたかもこっちの可変長引数の適用みたいな感じになって、これも6に評価されるという感じです。で、これ、まあ、コモンリスプとかだとアプライを使うところですよね。で、まあ、ハイにも昔アプライがあったんですが、これが入ったことによりアプライがなくなりました。うん、という感じです。で、ちなみに、はい、はスキームとかと一緒で、シャープコートみたいなのをつかない、関数と変数の名前空間が一つのリスワンです。ので、まあ、こういう関数をそのまま渡す。シャープコートとかつけずに生のまま渡すことができるし、まあ、引数とかで渡された関数を、括弧の第一要素に持ってくれば普通にファンコールとかなくても適用される感じになってます。そうか、Python がそうですもんね。まあ、Python も Lisp1 ですよね。ですね。Python は Lisp1 で Ruby が Lisp2 とか言うと怒られが発生するっていう。はい。もう Lisp からすればもう全部が Lisp に見えているみたいな感じですが。で、まあ、もう一つは、まあ、キーワードパラメータの方も変更があって、昔は、コモリスプと一緒で、アンドオプショナルみたいな感じで、指定してたんですが、それがなくなって、
まあ、こういう形で書くようになったと。で、これは、まあ、この POS1 と POS2 は必須パラメータで、このキーワード1とキーワード2というのが、オプショナルパラメータなんですが、まあ、このキーワード1というのが、まあ、キーワード引数みたいな感じになってて、これがキーです。で、まあ、本体はそのままリストにして返すだけの関数なんですが、これをまあ、いろんなパターンで読んでみるというのが下です。で、まず必須パラメータだけだと、このオプショナルパラメータのデフォルトが、ここのキーワード1、キーワード2に当てはめられて返される。ので、これはオプション、まあ、キーワードを指定した場合は、このデフォルト値が必須になるみたいなんですね。どうやら。ので、まあ、ないならないで何を指定するという感じになってます。で、これは、2番目のパターンは、普通のオプショナル引数の関数の適用みたいに、まあ、キーワードを指定しないんだけど、値だけポンと放り込んだパターンですね。で、まあ、そうすると、まあ、ここの順番が重要になってきて、で、ここの3つ目に入ってるから、キーワード1のやつだろうということで、ここのキーワード1のところに、ここで指定したキー1が入って、で、キーワード2の方にはデフォルトの、キーワード2のデフォルトの42が入って、これが返ると。で、まあ、キーワードは明示的に指定することもできて、で、今、キーワード2の方を指定して420と指定したら、こうなりましたっていう感じですね。で、ここでは、まあ、このキーワード1は飛ばして、このキーワード2の方を指定しましたという感じですね。で、まあ、この2番目みたいなキーワード、コロンキーワードを書かないで、指定する場合は、まあ、こういう書き方は、この1個飛ばしでっていうことはできなくなりますよね。まあ、スタイルとしては、いつでもまあ、キーワードをつけるのが読みやすいし、いいんじゃないかなという感じで、になってます。はい。まあ、ここら辺も Python に近いんじゃないかなと思われます。で、まあ、全体的に括弧を減らす方向に行ってるということなんですが、例えばこのインポートとか、これが Hi のインポートで、Python だったらこう、インポート、インポートって並べるところなんですが、まあ、こう、一個のインポート式の中の引数を列挙するみたいな感じで書けるので、まあ、結構便利だったりします。で、この緑色の各括弧のところが、新バージョンになってなくなったところで、ので、今はこの緑色の部分はないものとして見てもらえればいいのかなと思います。で、前は、まあ、こう、なんでしょう。パッケージじゃないのか、モジュールっていうのかな、Python だと。モジュールと、その、as で、別名をつけるとか、あとは、モジュールの中の特定のシンボルをインポートします。というやつがありました。で、まあ、これを Python に変換したのが、こちらです。で、まあ、この as をつけると、まあ、普通のインポーターズになって、この特定のシンボルをモジュールの中からインポートすると、この from インポートなんちゃらみたいな感じになります。で、まあ、今度も最近変わってて、前今度はこう、条件部とその実部というか、なんて言うんだろう。実行部というか、本体、がペアになってて、各括弧でくくられてたんですが、この各括弧がなくなって、まあ、レッドみたいな感じで、その、偶数番目なのか、奇数番目なのかによって意味が変わるという感じになってます。まあ、これ、正直、あまり良くないと思ってるが、まあ、クロージャーとかもそうだし、合わせたんだと思います。これって、緑括弧がある状態だと、
なんて言うんでしょ う, こう1個目の述語以降はインプリシットプログ N みたいな感じだったんですかねとかが気になってしまって。ああそうですね、なので、はい、そうです、はい、なので、はい、これ括弧をなくすと括弧をなくすと、まあ、ここにプログ N みたいな do、うん、が必要になる。なるほど。クロージャーと一緒で do があるんですが、という感じですので、まあ、ここでなんか副作用をもたらしたいみたいな場合は、括弧 do で、その中にいくつか並べて書くみたいな必要があります。なるほど。なんか今ちょっと若干コモンリスプ知ってる人にしか分かんない前提の話をしちゃったんですけど、コモンリスプのコンドって、こう、括弧がついている代わりに、条件文の後ろには何個でも式を置いておく、順番に、前から実行されるっていう機能がついていて、インプリシットプログ N と呼ばれているっていう前提でした。すいませんでした。はい。そうですね。はい。いや、正直これは、コモンリスプ風の方が良かったなと思うんですけど、まあ、クロージャーとまあ、標速合わせたって感じですかね。はい。で、まあ、コア機能以外は、ハイルールとかツールズっていう外部のライブラリに分離していったっていうことなんですが、まあ結構基本的なライブラリ、基本的な機能もライブラリとして分離されていて、例えばハイルールっていうのはハイに標準でついている、まあ標準ライブラリのセットみたいな感じで、これもまあコアの部分とは分離された別ライブラリとして pip とかで入るんですが、まあ、ここの中にどういうのがあるかというと、例えばケースとか、あとループリカー構文、クロージャーとかでも末尾再起とかをやるために入れるやつですが、これとかも入るの中に入ってるし、あと、アンレスとかの、まあ、基本的な条件分岐の構文とかも入るの中に入ってたりします。で、あと、まあ、リスト操作の NS とか、まあ、ファースト、セカンド、ラストみたいな、まあ、ここら辺の基本的なやつすら、ツールズとかの機能を使ってくれというふうになってます。あと、まあ、マップとか、レデュースとか、ファンクツール、Python の、まあ、ここら辺のライブラリを使ってくれという感じで、コアは極力絞るみたいな感じになってますね。ので、結構、何がどこに入ってるか知ってないといけないっていうのが辛いところ。で、まあ、開発環境の話なんですが、まあ、僕が使ったことあるやつで言うと、ハイモードっていう Emacs の拡張があって、まあ、これにはジェロハイっていう、ジェダイっていう Python の静的解析ツールで保管とかするツールがありますが、それをハイに直したやつを使ってます。で、まあ、所詮、静的解析ツールなので、今の処理系の状態とかを完全に反映しているわけではないってことですね。で、ハイレプルっていう N レプルサーバーがありまして、で、まあ、これは N レプルなので、まあ、現在の処理系の状態から、まあ、情報を引き出して保管とかできるわけですね。で、これも、前のハイのバージョン向けに作られていて、ちょっと新しいハイのバージョンだともう全く動かない感じなんですね。なので、ちょっと最近のハイの、まあ、ここまで見てきたような変更を反映させたやつをちょっとフォークさせて今、いじってます。で、まあ、すぐできるかと思ったんだけど、ちょっと今、難航してて、ソケット通信のところが、Python のソケット通信のところが、なんかよくわかってなくて。で、まあ、そこら辺を駆使しながら、Python の方の実装を見ながら直してます。これもまあ、はいってほとんど書かれていて。まあ、例えば、サーバーとか。まあ、だいたいはいで書かれてるんですけど。まあそんなにでかいプログラムではないです。まあ、全体でも2000行、3000行じゃないかなと思います。まあ、
練習にはいいかなと思って見てます。まあちょっとこれがアドベントカレンダーとかに書きたいんだけど、間に合うかどうかって感じですね。で、まとめで言うと、まあ全体的にスノーパイソンのシンタックスに寄せてきたなという感じで、まあコアもコンパクトにしようとしていると。で、まあさっきも言ったように、割と基本的な機能までいろんなライブラリ、Python のライブラリとかに散っちゃっているので、何がどこにあるのか知ってなくちゃいけないかなというのがちょっと面倒くさくなったなと。で、これによって既存のライブラリとかは かなり修正しないと動かない状態にありますね。まあ、まあ、しょうがないのかなと。はい。まだ 1.0 になっているので、そんなに言語仕様がフィックスしてないということですね。まあ、もうちょっと、だから実用に使うには枯れないといけないのかなという気がしますが。で、まあ、全体的に Python から呼ぶときにコアが小さい方がいいんだとか、そういうことだと思うんで、Python との総合運用を重視して、こういう変更がなされているのかなという感じがします。で、ハイレプル、さっき言ってたやつを直してデモしたかったんですが、ちょっと間に合わなかったんで、また次の機会に、という感じです。はい。で、発表は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、で、まあ、デモというか、デモというか、まあ、ここまでコードとか貼っちゃってるんで、あんまりあれなんですが、例えばレッドとかあるじゃないですか。普通にまあ、レッドとか評価すると、まあ、ここにも Python の変換結果が出てるんですけど、まあ、そういう設定をリプルにすることができて、で、まあ、こういう感じになってるなっていうのが分かると。で、まあ、前、なかったときはどうしてたかというと、まあ、自前でデフマクロでレッドスターみたいなのを定義してたんですね。これいけんのか？そっか。結局、なんか、関数を、Python のラムダ式とかで囲って、気合で、レキシカルスコープを作るみたいなことをする感じなんですかね。あ、そうです、そうです。で、まあ、これとか評価すると、マクロエキスパンドしてみないとわかんないか。これをマクロエキスパンドするとどうなるかというと、これですね。あ、というか、下にこれ出てますね。これが展開結果で。なるほど。まあ、運営関数作って、その中でローカル変数にこうセットして、で使いますっていう感じですね。で、なんか、まあ、普通のレッドって結局ラムダと投下なんで、なんかラムダに投下するバージョンとかも、ラムダに変換するバージョンとかも、なんか冬の方で定義してるはず。ただまあ、実際使うのはレッドスターだろうということで。うん、あとまあ、レッドスターとかも、Wisp の場合、なんか、マクロを再帰的に呼び出すみたいな感じの、レッドマクロを再帰的に呼び出すみたいな感じの実装にすると思うんですけど、まあ、ここでは普通になんか、ローカル変数に代入みたいな感じになってます。で、Python のラムダって、このボディのところが複数行あるとダメなんですよね。ああ、確かに。だから、この本体が1個だけの副作用なしのみたいな場合は Python のラムダに変換できるんだけど、ってことですね。そっか。もしやこの関数って、なんか、レッドが、新しいレッドがやっているように、なんかすごくこう、自動生成した感じの関数が生成されてたりするんですねっていうコードがよく見たらコメントアウトされてますね。ああ、そうですね。今、ああ、そうですね。
無名関数って、Python って無名関数ないんですよ。なんだろう。ラムダはあるんだけど、さっき言ったように、中身が複数量のやつは、式しか書けないんで、うん、じゃあどうするかというと、なんか、無名関数ですっていう名前の無名じゃない関数を作るっていう。総合運用するときに、偶然打ち込んじゃったら辛いですね。ああ、そうですね。だから Python 側で、まあ、これを何らかの表示で読んでしまうと、ローカル変数のはずなのにアクセスできたり、無名関数のはずなのに外からアクセスできたりとかいう事態が発生しそう。うん。なんか、最近の Python ちょっとわかんないんですけど、なんだっけ、エクスポートとか、あるいはシャドウというか、エクスポートしないみたいなのって Python ありましたっけ？なんか、名前で管理してるんじゃなかったでしたっけ？なんか、アンダーバー2つつけ、頭につけると、エクスポートされてないインターナルなものなんだとか、なんかそういう感じになってた気がしますね。いや、あんまり詳しくないですけど。なんか昔はそれが、お気持ち表現ぐらいだった気がするので、最近どうなったんだろうなと思って。なんか、最近ワーニングとか出るようになったんじゃないかな。優しい。なるほど。ありがとうございます。なんかご質問とかあれば。すいません。さっきの、ラムダというか、FN 無名関数が、def、まあ、普通の関数定義に、展開されるって話で、うん、Python の関数定義って式じゃないと思うんですけど、どこにでも置けるもんなんですかね。その、まあ、例えばここのレッドスターとかを、なんだろう、例えば if の、条件のところに置けるのかとか、式を期待するところに置けるんですか。確かにこの関数の頭にあるとかまさにそうですよね。あれそうですけどね、なんだろう、結局コンパイルされて無名じゃない、なんだろう、こう無名だよっていう窃盗時のついたただの変数になっちゃうので、Python のコードとしては多分その識別子が if のところに置かれるだけなのかしらって思ったりしますけど、なんかコンパイラーのお気持ち推測みたいな感じになってきましたが、うん、確かに。あれでも これ Python のこの関数定義って関数を返さないんですか？返さない気がしますね。そうなんだ。ただ多分 FNっていう定義をコンパイラが見つけた時点で、前の方にそいつに対応する関数定義を多分置くはずだとコンパイラ的にはしそうなので、なんですかね。まあ推測ですけどね。まあ、これあと1個だとラムダになっちゃう。なんか、ああそのパターンだと、こういうことするとあれになります。いやでもこれ。なんか関数が書いてるように見えるけど、これは、はいがなんか特殊なことやってるのかもしれないですね。関数が書いているのは、その、あれじゃないですか、定義の後にその関数名が書かれているから、それを評価した結果として関数が書いてきてるんじゃないですか。うん、そうですね。うん。そうか。FN を定義する。あ、ここまでが、これの展開形なんだ。うん、なるほど。まあ、なんで多分おそらくですけど、例えばその、FN とかを関数定義の中で書いたりすると、まあ、関数の中で定義されるかもしれないし、関数の外で定義されるかもしれないけど、うん、まあ、いずれにしろ、まあ、どこかしらで、まあ、似たような感じで関数として定義されるのか。まあ、それで問題ないのか。なるほど。関数の中で関数定義できますよね。関数、はいはい。できますね。まあ、なんで、その定義の、定義文自体は、まあ、その式のあるところにそのまま突っ込まれるというよりは、どこか別で書き出されるようなイメージなのかなっていう理解をしました。うん、ああ、なるほど。
確かに。で、実際のその FN が置かれているところには、その識別子がポンって置かれるので、うんうん、よしみたいな。おそらくそうなんだと思いますね。なるほど。そうかも。あ、そういえば、あ、どうぞ。あ、すいません。すいません。なんか全然違う話としては、なんだっけ、そのデータ型的には割ともう Python のものをそのまま使うって感じですかね。あの、シンボルとかキーワードとかはなんか上の、展開されたやつを見ると、シンボルはありそうだけど、まあ、ほぼマクロに使うぐらいで、それ以外の用途では使わないって感じです。うん、そうですね。例えば、この ABC とか、普通のリスプっぽい、このリストをコートしたやつとかあるんですけど、これは、なんか特殊なデータ構造になって、うん、Python のリストとかにはならないんですよね。はいはいはい。はあ、でなので、この、まあ、エクスプレッション用のリストと、この ABC みたいな、これは、全く別のものというか、これはただの Python のリストだし、うん、こっちはなんか、式とかを評価するよう、うん、肺の、まあ、プログラムを表現するようなデータ構造みたいな感じですね。だから、まあ、マクロ専用って感じで、これ自体でなんか操作したりすることはないです。うん、なるほど。一応、まあ、インターフェースとしては普通のリストと同じような MS とかも使えるし、ファーストリストも使えるしっていうことなんですが、まあ、こっちで実際使うことはあんまりで、データ操作をすることはなくて、まあ、こっちとか、あと、まあ、タプルもあるんですが、なんか、これはタプルです。タプル、なるほど。で、これがセットかな。これはセットです。で、あと、あれ。ディクショナリーはこんな感じで。ああ。なかなか。カオス。こんな感じですね。Python とクロージャーの愛の子みたいな感じですね。そうですね。なので、まあ、データ構造は Python のものを極力そのまま使うと。なるほど。けど、まあ、構文として出てきたその鍵括弧はもう Python のリストを使っているっていう感じなんですかね。そのああ、と思いますね。なるほど。ん？これ？え？お？ああ、なんか、クラスがディクトになってるんですけど、キーの後が、なんか、数字じゃないの何なんですかね。キーの後が数字じゃない。あ、なんか、キーワードに見えてる。どうぞ。あ、ほんとだ。謎。これは、実際に Python 的に見ると、どんな、データなんだっていうのが、気になって気になって。これ確かになんで、数じゃないんでしょうかね。なんか、これ実際あれなんじゃないですか？コロン1というキーワードとして認識されてないですか？あ、コロンいらない。コロンいらない。コロンいらないんだ。あー、なるほど。コロンいらないですね。なるほど。なるほど。なるほど。けど、ここで表示されるのはコロン。あ、これはあれか。Python に展開されたんですか？これは、これが Python。はいはいはい。で、これが返り値ですね。返り値です。なるほど。なるほど。はあ。コロン、Python で見つけちゃった。なんか、リテラルだから、そのまま再び入力してもこれになるのか。うん。そうですね。はい。なるほど。なるほど。はい。ありがとうございます。そう、Python として書いちゃったから、そうなるのか。なんか、Python の変換結果を表示させる設定にしてると、こういうところで混乱する。混乱しますね、確かに。なるほど。まあ、それは、解の起動オプションで変えられるんですけど、うん、これですね。スパイとか入れておくと、解の Python の変化結果が、レプルの
強化するたびに出てくる感じです。まあ、ここら辺のオプションなんかもバージョンによって変わったりしてるんで、結構カオスですよ。うん、はい。まあ、ので、まだ、付き物というか、こう、構図化にしか使われてない気がします。はい。あ、すみません。もう一個質問いいですか、あ、はい。ループリカーがあるっていう話だったんですけど、はい、法文もその Python 風のやつもあるわけですよね。あります、ね。あります、ね。そしたら、ループリカーっていらなくないですか？なんか、ループリカーって結局、その破壊的な変更というか、代入ができないから、なんか導入されたものっていう感じなので、うん、なんか別に普通に代入できるんだったらいらないんじゃないっていう気もするんですけど。でも Python の方ってなんか、まあそっか、そんなに。一般のループじゃないですよね。そうか。なんかシンプルレベルには書けないか。イテレーターじゃないといけないから。なんか。Python の法文自体は普通のただの、あの、法文。え、そんなのありましたっけ？あの、なんか法印しかない。法印しかない気がするんですけど。うん、ああ、そう思いますね。そうですね。なんかあの、なんだっけ、あのリスト内法表記と法文がだんだん脳内で溶け合ってしまうくらいに溢れてないので、あ、リスト内法表記もあって L4 っていうのがあって、なるほど、キタカルフィって感じするな、なんか L4 やばいな、 L4 こんな感じか、そっか、なるほど、ここが本体というか、はいはいはい、ですね、例えば多分 L4 の気持ちでものを喋ってました。なるほど。これがリスト内法表記に変換する。はいはいはい。この事象型の D4 ってのもあった気がする。なんか、キーバリューがあって。はい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 。あれ、出し分けてくれないんですね。なんか、ZIP で、はいはいはい。他の感じになってると、あ、なんかどうするんだっけな。あれ検索できてないですね。ああ。こういう感じか。キーがこれで、バリューがこれで、キーバリューをチップして、リストにして、それをこの K と V にアサインして、で、それをそのままキーバリューとする事象を作りますみたいな。なんか、若干、マルチプルバリューズみたいな、バリューズみたいな感じの、あの、素敵な構文になっているんですね。そうですね。うん、素敵とか。あと、L4 と D4 が分かれているのがなかなか、あの、なんだろう、こう実装上の事情が若干透けて見えて面白いっていう。まあ、変換結果を見てみると、うん、こっちはカッコカッコだけど、こっちはブレースになってるみたいな。そもそも、あのカッコとそれで別でしたね。あの、そのままでした。すいませんでした。はい、すいませんでした。まあ、結構、このカッコの種類によってとか、辛いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ちゃんとシンボルでこう、区別できた方が、僕はいいと思いますけど。Python の実装に文句言っている。はい。すみません。話を蒸し返しちゃう感じで申し訳ないんですけど、ループ、ポー、ちょっと待って、Python 的には法文しかもともとはないんだとしたら、ループリカはどうやって実現されてるんでしたっけ？ああ、どうなんですかね。中身までは。確かにループリカ何に使うんだ、なんか結局 GoTo になってるとかそういうことなんですかね。Python って GoTo なんてありましたっけ、ハグボディってなのがあるのかね。多分あのその場合ホワイル文になるんじゃないかしら。あ、そうか、ホワイルは確かにありそうですね。あ、ホワイルはありますね。そうするとよりループリカはよくわからない。ホワイルで出てないっていう感じはちょっとありますよね。ホワイルで、うん、そうですね。そうなりそうですね。なんか、
ここの中にレプリカがありそうですね。でも、でもホワイル文あるからし、一応、その、ホワイル文があって状態が更新できれば、クロージャーみたいにやっぱりレプリカはいらなさそうですよね。うん、必須ではないけど、綺麗に書けるパターンとかがもしかしたらあるのかわからないですけど。もうちょっと読み込んでみないと。あれだけど。うん、ああ、なんか、再起か。再起をしてる気がするんですけど。うん、なんか、どうしても再起を書きたいけど、Python は末尾再起してくれないから、レプリカで書くと、変換結果が多分、ホワイル文とかになるよっていう、そういう意味の、Python がやってくれないことを、むしろやってくれる感じのレプリカな気配が漂っていますね。なんですかね。まあ、セット V とかをいっぱい書かなくて済むみたいなぐらいな話ですかね。うん。なるほど。しますね。なるほど。逆に確かに必要かもしれない。Python でよくナイーブに再起を書いて、スタックオーバーフローとかよくある。なんか、線とかでもオーバーフローしてますよね。そうですね。だから、普通に、なんだろう、ファクトとかで。うん。これができると思うんですけど、これ多分もう、ファクトじゃ、あ、これか。線で終了なんでしたっけ？なんか、島リカーション。どこかで終了しました。987って書いてある。違うか。なんか、まあ、どこかで終了しちゃいますね。うん。まあ、一番上カージョンで。多分これを回避するために、まあ、最近は Python であんま気軽に使うなよとはよく言われたりしますが。まあ、そこで レプリカーですよということなんですね。多分そうですね。まあ、でも、末尾再起で、アルゴリズム書くよりは普通にループで書いた方が簡単だと思いますけどね、大抵の場合。そうですね。まあ、確かに。確かに。確かに。多分、クロージャーの、何でしたっけ、Python、ハイの、なんか、原則みたいなやつで、クロージャーに寄せ、Python に寄せ、なんかコモニフに寄せるみたいな、なんか、確か Python が一番上だったかな、あった気がするんですけど、そのに従った結果、レプリカがついたのかもしれないなって気がしますけど。うんうん、まあ、なんか、そうですね、さっきの、変更の感じを見てると、シンタックス的にはクロージャーに寄せて、セマンティクス的には Python に寄せるみたいな、うん、そんな感じなのかなっていう気はしましたね。確かに。うん、確かに。はい。まあ、そんな感じですかね。他にご質問がなければこれでですかね。今聞いておきたいことがある方は聞くといいですよ。いや、僕もあまりよくわかってない。はい。もうちょっと勉強します。はい。そうですね。これ一応まあ、はいの本が出てたりするんですけど、おっと。まあ、それも内容古くなっちゃったんで。ああ。まあ、ここら辺の内容はちょっとまとめて、聞いたかどっかに書こうかと思ってます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、池上さん、お願いします。マイクが大丈夫だといいですね。はい。ありがとうございました。音声は大丈夫ですか？大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今自分は2つコンピューターを立ち上げて、両方でズームを立ち上げているんですが、どうやら末尾再起が進行していたらしいです。
画面取れますか？あ、なるほど。はい、画面を共有します。お願いします。お願いします。どっちだ？こっちか。はい、見えてます。今マイクを立ち上げている方とスライドを共有した方は別になっているんですが。ああ、なるほど。まあ、両方オンになっていた。松尾再起、無限ループは怖いですよね。なるほど、なるほど。今回は、自分は最近力学計算とか、まあ、三次元空間上の物体を投影するような、まあ、そのためのライブラリーといいますか、ユーティリティを作っておりまして、まあ、その開発状況について、まあ、報告していきたいと思います。なんか、ちょっとネットワークが。まあ、リンクをいくつか示します。一番上の、まあ、1と書かれているところの、まあ、まあ、今、実際に開発しているユーティリティ、それ自体で、2番目のリンクが、まあ、線形代数とか、まあ、OpenGL とかに関係するようなライブラリーで、まあ、3番目、まあ、LISP で OpenGL をいじるようになった、まあ、その導入といいますか、まあ、触り始めとして、まあ、作った試験的なプログラムです。で、4番目のリンクは、まあ、完全に書きかけで、まあ、いろいろと黒いものとかが入っているんですが、まあ、ノートといいますか、ノート、まあ、ノートとかいろいろです。で、5番目が物理的な、具体的な力学計算、まあ、そのモデルのノートとなります。すいません、何時までやる？あ、あ、今1時間でも大丈夫ですよって言ってたのが、多分今、マイクミートになってました。ちょっと僕がしちゃってたんですけど。あ、すいません、発表って何分ぐらい使いましたっけ？まあ、あの LT なんですけど、リスプトークなので、あの縛りはないですよ。はい、では存分に話をさせていただこうと思います。はい、じゃあちょっとリンクをズームの方にも貼りますと言いながら、あら、どこだズームは。ズームのリンクがちょっと消えた気がする。あ、いや、どこだっけ。ああ、画面スクリーンシェアしてると、なんか、あのチャット欄見づらくなるんですよね。確か見づらくなるというか、僕は回線が良くないのかな、見れたことない。さては、どうしよう。ちょっとリンクを貼りたかったんですが、画面共有が、あ、そうだ、ああ、ちょっと、あ、一回ちょっとシェア切ります。それで一回リンクを貼ります。なるほど、貼れましたか？はい、見えてます。はい、じゃあ、まあ、こういったリンクがあるんですが、そうですね、趣旨。まあ、趣旨としましては、まあ、コモンリスプで、まあ、OpenGL を触りつつ、まあ、三次元の空間をいろいろと計算して、まあ、いろいろと表示するなり、まあ、しつつも、
まあ、物理的な何かを、まあ、物理的な法則を、まあ、コンピューター上でシミュレーションして、まあ、まあ、コンピューター上でシミュレーションして 力学とかそういったものの法則を出したいというところなんですが、今出ているスクリーンが、まあ、パッケージ管理システム、SDF の定義ファイル、定義システム。まあ、どういったソースファイルがあるのか、まあ、どういったパッケージがあるのかを示しています。この行が、まあ、線形代数。まあ、この行が母体。この行が衝突判定。この行が、カメラ、まあ、すなわち、どこからどういった視点、どういったものを映すのか。で、ここが、まあ、物理的な何かをしようという旨のもので、まあ、この行が、下の GL ユーティルスという行が、まあ、OpenGL の、まあ、雑用するようなところでして、タイマーテンプレートという行では、時間扱いが、まあ、いろいろと面倒なんですが、ちょっとそこを、まあ、ごにょごにょしています。インプットハンドラーは、まあ、ユーザー入力を、まあ、OpenGL と、まあ、合わせるようなところで、シミュレーターウィンドウでは、まあ、モデルとごにょご、モデル、まあ、物理的に扱う対象をごにょごにょするための、まあ、そういった枠組み、のうち、まあ、表示の方法とかを提供しています。で、その下のテストでは、まあ、いろいろとサンプルを作っていまして、ムーブライトは、まあ、光源が動くサンプル、アンドロイベントは、まあ、イベント、まあ、すなわちユーザー入力と、まあ、ユーザー出力の対応をつけようというものになります。で、テストコリションズで、衝突判定がどうなのかを検証したりしていて、下の、まあ、ディビジョントリーと、ディビジョントリーのテストは、当たり判定高速化をやろうとしているんですが、まあ、ここら辺はまだ実装できていないところです。スプリングプロパゲーション、スプリングプロパゲーションエグザンブルウェーブスは、バネのモデルがある、まあ、バネがあるんですが、まあ、それのシミュレーションをやろうという旨で実装されたものになっています。まあ、と言葉だけで言っても、ちょっと何言ってんじゃゴーラーだと思うので、早速ですが、サンプルを出したいと思います。クイックロードの。まあ、フィジカルワールドっていうパッケージなんですけど、まあ、ASDF には登録していません。ローカルに移してパスを通してください。今のところは、まあ、仮にある場合はですが、電話とりあえず入ります。一つ目のサンプルです。この例は、まあ、クリックという操作をしますと、青い、まあ、ボックスといいますか、立方体があると思うんですが、そこが光源になっているんですけど、まあ、それが移動しまして、このように、まあ、図形に、映される光の具合がちょっと光の角度がちょっと変わっていくなというものと、まあ、あと回転が定義されています。
2つ目の例が、1つ目の例が、このファイルに対応しています。今やった例ですね。2つ目の例が、テストオブハンドルイベントで、ここのファイルの中に、こんなサンプルを定義しています。テストオブハンドラー。今マウスのボタンを押しながら、移動しているんですが、視点の移動ができるというのが一つと、いろいろとキーの入出力を扱っている。周りの雑多なテキストの群は、各オブジェクトのパラメータをゴニョゴニョと表示しております。回転も扱ってますが、これも案外厄介で、クォータニオンというものなんですが、これを、リスプ上でも数値計算をして、出しているという、出すことで、物体、この場合は ほぼ真ん中に表示されている球体なんですが、これを定義したよという、これに回転をクォータニオンによって定義したよというサンプルが、テストオブコリションス、今動かしているサンプルになります。3つ目のテストコリションス、ここは、当たり判定ですね。当たり判定の具体的な例を動かしています。あら、結構ラグついているかもしれませんが、物体が円状に動いて衝突しているときに、ワイヤーフレーム表示、スケスケの表示になって、衝突していないときには、ストリッド、すなわち埋められている図形として表示されます。理論的にはすべての当たり判定が実装されています。理論的には多分今ってなんか総当たり的なやつをやってるので、将来ディシジョンツリーで高速化するみたいな感じなんですよね、きっと。はい、その通りです。なるほど。総当たりすると N の2乗にそのままなってしまうので、今後やることですね。ここまでだと具体的な独の分なんですが、ここが新しく実装できたところになりまして、この2行、この2行の、定義ファイル先で示されること示される定義なんですが、バネのモデルを定義いたしました。モデルを書くと、こんな式になるんですが、ここら辺の式ですね。微分方程式があって、物理モデルがこれで、もう少し詳細な定義がこれで、実施するとこれになるという、そういったものなんですが、ここで示されたサンプルを、何個か示そうと思います。これがテスト、バネモデルの、ビスコシティコエフィシェント。これは空気抵抗といいますか、速度に比例した抵抗率です。で、グラビティが、グラビティアースという値なんですが、これは3次元ベクトルで、今のところは多分 9.8 の0の0か、マイナス 9.8 の0の0か、そんな感じの値になっています。
この行で、まあ、はい。まあ、ラグついているかもしれませんが、線と線、線をバネ、四角い立方体を、まあ、動かないような物体、丸を質点、まあ、すなわち動くような点としますと、まあ、こんな感じに動きます。ちょっとだけモデルといいますか、配置を変えまして、0.10 の、次は、両端だけ飛び出ていて、まあ、その他にいくつもつながったというモデルをちょっと動かしてみようと思います。このモデルでは、まあ、そうですね、縄の動きをシミュレーションしようとして、まあ、言ってしまえば縄跳びのようなものな形になっているのですが、まあ、徐々に安定した振動を入れ、られているのかなというような感じはしますが、とは感じはします。まあ、これも一応はリスプで定義しています。まあ、そうそう見てみると C++ にしか見えないかもしれませんが、一応はコモンリスプです。次はデルタスターと来ているから球状に、あ、違う、球状にじゃないです。円を回るように配置、まあ、質点とか、まあ、立方体とかを配置したようなモデルがこちらになりまして、こちらもちょっと動かしてみます。よらり。一応、強制振動として、なんかちょっとパラメーターが違うな。まあ、いや、一応、強制振動として入力しているのは、真ん中の、モデルだけなんですが、周辺にも振動が伝播しています。で、伝わっています。次の例では、グラビティゼロ。抵抗係数がなしで配置がユニットあるマトリックスと来ているから、これは行列上ですね。方眼紙上に配置して、まあ、地球と同じ重力係数、多分抵抗値はゼロだと思います。これを入力してみます。こんな配置になるんですが、これももう動かしてみます。まあ、強制振動として真ん中でサイン関数を入力していますね。これです。
すごいなんかもっさりですけど、あの、これは実行のなのか、まあ。それっぽい波の形状が出ていそうだなというような考察に。あ、消えちゃった。なんか通信が安定してないっぽいんですが。そうですね。なんかあの、なんかこう、なんて言うんだろう。こう、だんだん声が、こう、ブロック的に遅れてみたいな現象が発生してたので、あの、多分、あの、ネットワーク的にちょっと不可っていたのかもしれない。多分、おそらく、あ、お戻りになられた。お帰りなさいませ。あの、おそらく、負荷か、ネットワークか何かで切れちゃった感じがしますね。お二人。あれ。再開できそうですかね。あ、すみません。聞こえますか？聞こえております。聞こえます。なかなかいい振動でございました。あ、失礼しました。回線が一回落ちてしまいました。そうですね、あのなんとなくそんな気配がしておりました。あの直前で声が遠くに行ってしまったので、音声等は入っておりますか？はい、入ってます。むしろこちらから聞こえてますでしょうかっていうぐらいですね。ティラの声聞こえていますか？あ、すみません、お音量を大きくします。お願いします。あ、聞こえました。失礼しました。よかったです。あのそちらの声は聞こえていて、多分こちらの声が通ってないっていう状態でしたね。あ、これは失礼しました。いえいえ、すみません、かなり質問を聞き落としているような可能性があります。多分大丈夫だったと思います。あのいい振動でしたねっていうようなことを僕は言ってただけなので。はあ、それは良かったです。一応今リアルで動かしていました。まあ大体、まあこんなものを実装していました。最近と言いますか、まあ8ヶ月、6ヶ月ぐらい、まあ結構空白期間もありましたが、そうですね、何を伝えようとしていたのか。まあ、一応、リスプ上でも三次元計算はできるよというようなことを伝えたかったんだと思います。素晴らしい。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。あの、いくつかお聞きというよりは、あの、僕もあの、OpenGL の本を積んでいる身として、あのオープンジールの同士がいてよかったなって思ったんですけど、あのあれですね、あのこうこれはなんか多分オープンジール的な質問なんですけど、はい、あの最初にこう当たり判定が重なっているときにファイアーフレームになるけれど、そうじゃないときは塗られるってやつって何でしたっけ。なんかあのトライアングルかポリゴンかで描画する、違うな、ラインかポリゴンかで描画する、あれを切り替えているってことなんでしょうか。あ、そのあたりですね。今スクリーンシェアできていますか？今できてないです。あ、じゃあちょっと一回スクリーンシェアします。はい、お願いします。なんかそんなのあったのよなみたいなことを思いながら見ててですね。まあこれもリスプらしいのかどうなのかはちょっと早いんですが、全体的にですね、当プログラムは
CLOS といいますか、コモンリスプオブジェクトシステムにバンバン依存しています。いや、マクロをかけようといえばその話なんですが、ちょっとその話はい、このプログラムでは やめていただきたいんです。表示方法をメソッドとして分けていたはずです、確か。プロジェクト。ちょっとこの例は分かりにくいので、他のサンプルに行きます。glutils domainobject.lisp。domainobjects.lisp というファイルを定義していまして、まあ、ここでは言ってしまえば、合体ですとか、まあ、単純な抽象的な形状とかを定義しているファイル群になります。合体の定義結構めんどくさいです。まだ、これでもまだ未実装といいますか、まだ実装できていないところがあります。まあ、移動とか回転とか、まあ、いろいろやっているんですが、まあ、その中で、まあ、表示というところもあります。で、表示をするという段取りになって、2種類の表示方式を分けている、少なくとも単純な形で分けているので、ワイヤー表示とストリート表示ができるといった設計になっています。なるほど。そうか。あのラインストリップとかが、ラインズが、特徴的なのは、スフィア。あ、なんとなくその気配がしていた。あ、やっぱ画面共有すると多分対比的な問題で切れちゃうかもしれないですね。そうですね。多分そんな気配がしますね。なんか今コード見てるんですけど、結構線形代数の関数とかも全部リスプで実装されてますね。うん、そうですね。なんか、なんか GL トランスレートとかすっごい見覚えのあるやつが出てきて、OpenGL だーって感じですけども。あれ、今の見てて綺麗だなと思って見てたんですけど、こう、描画っていうか、いろいろな円とか球とか座標軸とかって綺麗なの出てきてるけども、ああいう描画する部分もリスプで実装されてるのに、さっき今まででオープン GL というライブラリを使って、描画はライブラリを使ってやらせてるって感じなんですか。そうですね。今戻られたようですが、なんか今何の話をしていたか、2点あるかな、予約すると、多分池上さんが画面共有をすると待機的に負荷がかかってネットワーク切れちゃいそうというような話をしていたのと、あとこう桜井さんからお話がというか、質問というかコメントというか、描画どうされてるんですかねっていう話があって、オープンコモンリスプに C で定義されたオープン GL の API のラッパーの CL Open GL っていうのがあって、そういったを多分使って描画していると思いますっていうような話をしておりました。どこまでは覚えていないですが、そうですね。タイミングとしては、素で書いたのか。まあ、どこかで確実に依存しています。そうですね。なので、こう。あ、聞こえておりますか。はい、聞こえております。すみません。どうでしょう、むしろちょっとシミュレーション、こちらのシミュレーションの画面をちょっと切りました。負荷がかかるようなので、見せたいものも見せられましたし。それで今、こちらの声って今聞こえてますかね。はい、聞こえております。よかったです。
こう質問としては最初のやつはワイヤーフレームとあれの切り替えってなんかオープンジェル的なあれがあるんでしたっけでしたけど、あのコードを見ていてラインストリップとかラインズとかオープンジェルの表示方法に関するオプションが見えたコードとして見えたのであれだったんですねっていう回答だと受け取っております。はい、まあメソッドでソリッド版、まあ、塗りつぶし版とワイヤー版を分けております。で、どこかで C にも依存しています。その通りだと思います。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいます？例えば線形代数のパッケージとかありましたけど、ああいうのっていうのはこう回転させるとか大きくするとかっていうやつのための計算のためのファイルって感じですか？ああ、そのあたりですね。線形代数ライブラリが何をやっているかということですね。ライナーアルゼブラ .lispと先ほどリンクに示しましたフィジカルワールドズというリポジトリのエクスプレッション追加にあるライナーアルゼブラ .lisp という、まあ、ファイル内で、まあ、いろいろと線形代数のもろもろを定義しています。何をやっているのかといいますと、まあ、線形代数のうちの、まあ、数値演算をいろいろと定義しているのと数値演算線形代数、ベクトルの数値演算、行列の数値演算、あと行列による回転の表現、まあ、こういったものを表現しています。まあ、なので実際に質問の通りのことを、まあ、質問されたことの、まあ、具体的な内容を実装していると言えます。ありがとうございます。まあ、今回は代数的な工夫は特にせず、まあ、C で書かれたコードを、まあ、写経したような感じなので、まあ、リスプらしくなくて、なんだか C のコードを見ているなというような、そういった感想を持たれるかもしれません。まあ、ここら辺の行列演算とかはライブラリを使った方が早いかもしれないというのがありますが、いや、そのあたりはむしろ自分で実装したかったというのが、あ、なるほどなるほど、ちょうど線形代数とかそういったあたりを習っていた頃だったので、なるほどなるほど、まあこれは自分で実装してみて勉強になるところかもしれないですね。はい、あれですよね、四元数とかも実装して回転も多分オイラー角じゃないんですよね。ええ、クォータニオンを使っています。積読の中に四元数という本が入っているので読まねえわなとかいう気持ちでちょっとぐさってきてましたけども。どこだっけ なんかセガだったと思うんですけど、クォータニオンとかものの姿勢と回転に関するいい教科書、確かセガが出してましたよね。セガを出しているんですか、セガさんも。最近、なんか社内の勉強資料を公開したっていうのがあったはずです。最近といっても、確かここ1、2年だった気がしますけど。なんかどっかのウェブサイトで、いい文献があるよって、セガのが公開されてるの、僕も見ました。です。多分これですね。ちょっと貼れるかな。ちょっと貼ろうと頑張ってみるんですけど、貼れるといいな。貼れた。多分こいつ。21年なので、去年の6月だそうですね。大体こう、オイラー角の大変さと、だからクォータニオンを使うんだぞ。3D ではね、みたいな感じのやつですね。まあ、どっちも大変だと思うんですけどね。まあ、あれです、あれです。オイラー角だと、
あのジンバルロックが発生しちゃうよねとか、そういう話も多分あったと思いますね。はい。はい、クボタニオンは実装が大変で、セガは見えない、固有の点が、固有の回らない点があって大変。そして他に、まあ、問題点は結構あるライブラリです。ライブラリというか、まあ、ライブラリという意味では全然実装に至れてはいないです。なるほど、なるほど。あの、これから勉強に使っていくんだぜって感じですよね。はい。勉強に使って、抽象化して、まあ、最終的には、まあ、広くプログラマーのコミュニティなり、まあ、計算家というか、まあ、そういった人たちにも、まあ、でも使えるようになったらいいなとは思っています。なるほど。素晴らしい。他に、質問とかコメントとかある方いらっしゃいますでしょうか。もう質問じゃなくて、もうコメントっていうか、あれ、マクシマっていう数学パッケ、数学ソフトウェアがずっと昔からあるんですけど、それと結構いろんなことができて、はい、今でも活発にガンガン作られ、そいつはリスプで実装されてるんですよ。はい、その通り。だから、もちろん線形代数から微積から、あれ、うん、普通の教養過程以上のことまでやるから、ね、そういうのも参考になるかもしれないなと、ちょっと思います。はい。牧島の中で特に参考にしたいのは、代数処理の問題です。ブレブナー規定とか全部やっちゃいますから。はい、代数の方程式を解いて、代数からグラフの表示とか代数をモデルとして扱って、そのモデルをそのままシミュレーションとして移すとか、そういった操作ができるようになると、手続き的な記述ではなくて、もっと数学とか私たちの、まあ、思考に即した、まあ、記述法ができるようになるので、まあ、そこまでいったら新しいプログラミングパラダイムだなとも思うんですが、まあ、今後の課題だと、まあ、まさに認識しているところです。いや、楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。これで、他に質問がなければ、ここで終わりですかね。何か言い残したというか聞き逃していることがある方いらっしゃいましたらないかな。はい、では池上さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、これでそうか、どうしたらいいんだ、画面をシェアしていいのだろうか。ちょっと待てよ、渋谷リスプのページに戻してシェアスクリーン、多分今見えてると思うんですけど、こんな感じというか、今ので、全予定されていた発表が終わりましたので、一旦こうリスプミートアップとしてはここで終了とさせていただいて、この後は懇親会として、まあ、お元気があって、おしゃべりしたいぞっていう方々が残って、もうちょっとこうズームの部屋でおしゃべりをするという時間にしようと思います。なので、一旦ここで、まずリスプミートアップ、何回だ ?108 って、なるほど。来年の1月は108回だそうです。ごめんなさい。3月です。煩悩の数ですね。の時に、だから次回は107回なので、その時にまた何か発表していただけたらなと思います。では、リスプミートアップ100、6。を、ここで一旦閉めます。ご参加ありがとうございました。で、なので今閉めたので、こう、なんでしょう。なんですか。ここからは懇親会タイムということで、一旦こう、もうここでっていう、これ以降は、ご自由に、こう、なんだろう、明日があるので抜けますとか、そんな感じで、大丈夫でございます。あ、じゃあレコードを切りますね。そうですね、お願いします。はい、そうでした。